教育評価における情報通信技術の活用に関するコンセプトマップ情報通信技術とは情報技術を拡張した用語でありユニファイドコミュニケーションの役割を強調し電話線やワイヤレス信号による通信とコンピュータそして主要な企業アプリケーションミドルウェアストレージ視聴覚システムなどを統合しユーザーが情報をアクセス保存送信 操作できるようにする技術である。ICT という用語は単一の配線、またはリンクシステムを介するコンピュータネットワークの視聴覚ネットワークや電話網への技術的収束を指す単語としても使われる。配線や信号分配、管理を単一のシステムに統一し、それを用いて電話網をコンピュータネットワークシステムに統合することには大きな経済的優位がある。 ICT は包括的な用語であり、その中には、ラジオやテレビ、携帯電話、コンピュータ、ネットワークハードウェア、衛星システムなどのようなあらゆる通信機器と、テレビ会議や遠隔学習というような様々なサービスや機器を含む。ICT は幅広い分野であり、そのコンセプトも進化している。デジタル形式で電子的に情報を保存、検索、操作、 受信するすべての製品がこの分野に含まれる。対人コミュニケーション技術とマスコミュニケーション技術の理論的な違いは哲学者のピッシュ・マサーによって定義されている。二十一世紀の ICT 専門家のためのコンピテンシーを記述し管理するモデルの一つにスキルズ・フレームワーク・フォーザ・インフォメーション・エイジがある。情報通信技術という言葉は研究者の間で1 9八十年代から 使われている。ICT という略語は1997年にデニス・スティーブンソンによるイギリス政府への報告書の中で使用された後、2000年にイギリスの教育カリキュラムで使用されたことで広く知られるようになった。しかし2012年に王立学会はあまりに多くの否定的意味合いを含むとしてイギリスの学校における ICT という用語の使用を中止すべきであると勧告した。イギリスの教育カリキュラムでは2014年からコンピューティングという単語が使われるようになったが、これはカリキュラムにプログラミングが追加されたことを反映したものである。この言葉のバリエーションは世界中に広まっている。国連は国連 ICT タスクフォースと内部に ICT 局を設立した。 2017年には全世界で3.8兆米ドルが IT に費やされていると推定され、2009年以降は年率最大5%で増加している。2018年の ICT 全体の成長率は5%と推定されている。新技術の分野では最大の成長率である16%が予想されている。 アメリカ連邦政府の2014年度 IT 予算は820億ドル近くであった。企業収益に対する IT 費用の割合は2002年以降50%増加しており、IT 予算を圧迫している。現在の企業の IT 予算を見てみると75%が電源を入れっぱなしにするための計上出費、25%が技術開発のための新たな取り組みにかかる費用である。 IT 予算の平均的な内訳は以下の通り2022年には6兆米ドル強が費やされると推定されている世界の保存できる情報の技術的容量は1986年の2.6エクサバイトから1993年に15.8エクサバイト2000年に54.5エクサバイト超、2007年に295エクサバイト2014年に 約5ゼタバイトと増加してきた。2007年の数字は CD-ROM を地球から月まで重ねた分の1.25倍。2014年の数字は印刷した本を地球から太陽まで重ねた分の4500倍に相当する情報量である。世界の一方向の放送ネットワークで受信できる情報の技術的容量は1986年は432エクサバイト。 1993年は715、エクサバイト。2000年は1.2ゼタバイト。2007年は1.9ゼタバイトであった。世界の双方向の通信ネットワークで交換できる情報の実行容量は、1986年は281、ペタバイト。1993年は471、ペタバイト。2000年は2.2エクサバイト。2007年は65。 エクサバイト、そして2014年には約100エクサバイトであった。世界の汎用コンピュータによる情報計算の技術力は1986年の 3.018mips から2007年は6.4、1012mips に増加している。下表は2013年の総付加価値に占める ICT セクターのシェアの割合順に OECD 加盟国を並べたものである。 世界各国の ICT の利用、アクセス状況は ICT デベロップメントインデックスによってランク付けし、比較することができる。2014年 ITU は維持の最新ランキングを発表し、デンマークが1位、韓国が2位であった。ITU はランキングの上位30カ国には生活の質が高く高所得なヨーロッパや他の地方の国、つまり オーストラリアやバーレーン、カナダ、日本、マカオ、ニュージーランド、シンガポール、アメリカといった国が含まれている。また、今年調査を行ったほとんどの国で維持の向上が見られた。と発表している。2001年12月21日、国連総会において今日の情報社会が直面している機会や課題について議論するための世界情報社会サミットの開催を指示する。 決議56-183が承認された。この決議によると、このサミットはミレニアム開発目標を達成するための ICT の実装という国連ミレニアム宣言の目標に関連付けられたものである。また、これらの目標を達成するために政府だけでなく市民社会や民間部門といったすべてのステークホルダーを活用する。 マルチステークホルダーアプローチを強調した。ICT を世界中のあらゆる居住地域に定着、拡大させるため、2015年こそが2000年に世界の指導者たちが合意した国連ミレニアム開発目標の達成期限であるとした。今日の社会においては教室にコンピュータが急速に導入されるなど、コンピュータ中心のライフスタイルが増え続けている。 国連の一組織である国連教育科学文化機関は教育の公平性や提供性を確保するための取り組みの一環として ICT を教育に導入することを掲げている。以下は教育における ICT に関するユネスコの観光物を引用したものであり、この取り組みに対するユネスコの立場を説明している。 情報通信技術は教育への普遍的なアクセスや教育の公平性、質の高い学習や教育の提供、そしてより効率的な教育の管理、ガバナンス、行政に貢献できる技術である。ユネスコは教育における ICT を推進するために全体的かつ包括的なアプローチをとっている。主な課題にはアクセス性、一体性、品質がある。教育における ICT のための部門間プラットフォームにおいては、通信、情報部門、教育部門、科学部門の3部門の共同作業を通じて、これらの問題に焦点を合わせている。ルワンダの学校で使用されているアルプック、ラップトップコンピュータの力で、教育や学習を向上させ、改革しているにもかかわらず、教師が ICT を日々の学習に適切に導入しているという証拠が、 ほとんどないまま資金の増加や技術の進歩が起こるという不適切な実装の問題が蔓延している。より伝統的な教育方法への信念や教育におけるコンピュータに対する個人の態度、教師自身のコンピュータの使いやすさやコンピュータを使う能力といった内在的な障壁が結果として教室での ICT の導入の有効性に差をもたらしている。教育において 効果的にするためには ICT を教育学と完全に統合しなければならないとする証拠がある。具体的には文字や数学を教える際、ライティングツーラーンと ICT を組み合わせて使う方が伝統的な方法のみの場合や ICT のみの場合に比べてより良い結果を得られる。学校環境は言語学習を促進する上で重要な役割を果たしている。しかし、 言語や文字の壁が難民がキャンプの外の学校に通う妨げになっている。モバイル学習による言語学習アプリは言語学習のための重要なツールである。モバイルという手段により、識字能力開発、外国語学習、翻訳という三つの主な分野で難民の言語と文字の問題を解決することができる。難民や移民が 新しい言語と新しい社会に身を投じる際にはコミュニケーションの実践が重要な資産となるためモバイル技術は重要である。優れたデザインのモバイル言語学習アクティビティでは難民と主流の文化を結びつけ実際の文脈での学習を支援する。アフリカに2017年3月に行われたユネスコのモバイルラーニングウィークにおいて M ラーニングに関する政策フォーラムのために 会合している代表者サブサハラアフリカでは、1960年代から教育の向上を目的として ICT が導入されている。テレビやラジオが始まったことで、教育の範囲が教室から家庭へ、そして従来の教室では届かなかった地域にまで広がった。技術が進化し、広く使われるようになるにつれ、サブサハラアフリカでの取り組みも拡大していった。 1990年代には、生徒と教師の両方が教室でコンピュータを使うことに慣れることを目的とし、学校にコンピュータのハードウェアとソフトウェアを導入する大規模な取り組みが行われた。それ以来、複数のプロジェクトがこの地域での ICT の普及拡大を継続させるよう努めた。その中には、2015年までに240万台、 以上のラップトップを約200万人の生徒や教師に配布したワンラップトップパーチャイルドプロジェクトも含まれている。エムラーニングと呼ばれることが多い教室での ICT の導入によってサブサハラアフリカでは教育者の手の届く範囲を広げ生徒の成長を見守る能力が向上した。特にこの取り組みでは携帯電話が重要視された。 この地域では携帯電話の利用が普及しており、インターネット回線よりも携帯電話回線の方が広い範囲をカバーしている。携帯電話は生徒や教師、保護者にとって身近なものであり、コミュニケーションを増やしたり教材へのアクセスを可能にしたりできる。エムラーニングは生徒にとってメリットがあるだけでなく、教員にとっても良い研修の機会になり、教育エリア全体で より一貫したカリキュラムを提供することにつながる。2011年からユネスコは M ラーニングの取り組みを議論するために関係者を集めることを目的とし、モバイルラーニングウィークというシンポジウムを毎年開催している。導入に課題がないわけではない。サブサハラアフリカでは他の途上国に比べるとはるかに急速に携帯電話やインターネットの利用が普及しているが、 先進国と比べるとまだ遅く、スマートフォンの普及率は2017年で20%にしか達していないと予想されている。加えて、教育へのアクセスには、ジェンダー的、社会的、地政学的な障壁があり、深刻度も国によって大きく異なる。サブサハラ全体では、2012年に2960万人の子が学校に通っていなかったが、これは、 地理的な格差だけでなく、政治的な不安定、社会的規範の重要性、社会的構造、ジェンダーの不平等などが原因である。学校に行けたとしても、教師の能力、研修、準備、教材へのアクセス、情報管理の不足といった壁に直面する。現代社会では ICT は常に存在し、30億人以上の人々がインターネットにアクセスしている。 インターネットユーザーのおよそ10人に8人がスマートフォンを所有しており、情報やデータは飛躍的に増加している。この急速な成長により、特に途上国では ICT が日常生活のようとなっており、テクノロジーが欠けると事務や仕事、日常生活のほとんどが機能不全になる。 2014年に発表された権威あるデータによると2014年のインターネット使用率は世界全体で6.6%であり着実に増加している直近5年間で途上国のインターネット使用者数は倍増しており現在のインターネット人口の3分の2は途上国に住んでいるとされているしかしハードルは高いまだインターネットを利用していない43億人の うち90%が途上国に住んでいる。25億人の人々が暮らす42カ国の最小接続国では、ほとんどの場合、特に大規模な農村人口にとっては ICT は手の届かないものである。ICT は一部の国では未だ浸透しておらず、途上国の多くでは電話回線、特に携帯電話回線やデータの電子的な、 伝送手段といったインターネット設備が不足している。2014年のメジャーリング・ザ・インフォーメーション・ソサイティレポートでは複数の契約をしている人々が多いため世界的に使用率が伸びていてもそれがピラミッドの最下層の人々の接続性が向上しているということを示すわけではない。世界では推定4億5000万人が未だに 携帯電話サービスを利用できない地域に暮らしているとあるように先述の携帯電話利用率の増加は表面的なものであると慎重に判断している。好意的にとれば2015年こそが2000年に世界の指導者たちが合意した国連ミレニアム開発目標の達成期限であり新しいデータによって ICT の進歩と目標までの残りが示されるとした15年間で インターネットへのアクセスと携帯電話普及率の差は大幅に減少している。ナノテクノロジーが ICT エレクトロニクスや ICT ガジェットを先導し ICT は新しい形を取り続けている。現代の電子機器の世界に対応した最新版 ICT として Apple Watch のようなスマートウォッチ、ニケフュエルバンドのようなスマートリストバンド、Google TV のようなスマートテレビなどがある。 デスクトップが全時代の産物となりつつあり、またラップトップが最も良いコンピューティングの方法になりつつある中で ICT は変わり続ける世界の一部となり、それ自身も変化し続けている。情報通信技術は今日の新しい社会運動の中で加速多元主義を促進する役割を果たす。これに批判的なブルース・ビンバーはインターネットは 課題群の形成と実行のプロセスを加速させるものであるとし、この新しい現象を説明するために、加速多元主義という用語を造語した。また、ブルース・ビンバーは ICT を社会運動を可能にし、独裁者に力を与えるツールであり、事実、社会の変化を促進していると発言。政治的な言説や国家政策への直接的な介入を可能にするだけでなく、 政府による国民の不満の対処法を変えることもできる。インターネットのおかげで ICT を大義のために草の根の支持を集めることにも使うことができる。さらに家庭内での ICT は女性がパートナーからの暴力の正当化を拒否することとも関連する。2017年に発表された研究によるとこれは特に伝統的なジェンダー感が 対照的である文化的に保守的な地域においては ICT によって女性が異なる生き方や社会や家庭における女性の役割について触れることができるためである。マーク・バル・シャウアー教授は ICT へのアクセシビリティを分析するためのアクセスモデルの枠組みを定義している。彼は著書テクノロジーソーシャルインクルージョンリシンキング・ザ・デジタル・ディバイドの第2章においてデバイス コンジット、リテラシーの3つの ICT へのアクセスのモデルについて述べている。ICT のアクセスについて記述する上で、デバイスとコンジットは最も一般的であるが3つ目のアクセスモデルである。リテラシーがなければ ICT への有意義なアクセスをするには不十分である。これら3つのモデルを組み合わせることで、 2005年にブリッジズ o r g という非営利団体が構想した ICT 利用の真のアクセス基準12個を大まかに取り入れている。12個の基準は以下の通り。テクノロジーへの物理的、アクセステクノロジーの妥当性テクノロジー及びその利用のコストの低さ人間の能力とトレーニング地域に密着したコンテンツ、テクノロジー、 サービス日常生活への統合社会文化的要素テクノロジーへの信頼地域的な経済環境挙手的な経済環境法的規制の枠組み政治的意思と国民の支持バルシャウアーの理論において最もわかりやすいアクセスモデルはデバイスであるこのモデルにおいてアクセスは単に電話やコンピュータなどのデバイスの所有と定義されるバルシャウアーはソフトウェアや通信アクセス コンピュータ利用に関する知識格差、一部の国における政府規制の役割など、所有にかかる追加コストを考慮することができないなど、多くの欠陥がこのモデルにはあると指摘している。従って、デバイスを考慮するだけでは、情報格差を過小評価してしまうと、バルシャウアーは主張する。例えば、ピュー研究所は、アメリカ人の96%がスマートフォンを持っていると発表しているが、 アメリカにおける ICT への包括的なアクセスはその数字よりもはるかに低い可能性が高いとこの分野の学者の多くが主張している。コンジットは供給回線、つまり ICT においては電話回線やインターネット回線への接続を必要とする。供給にアクセスするためには営利企業や地方自治体が適切にインフラへ投資することが必要であり、 回線が整備された後は利用者からの定期的な支払いが必要になる。このため通常はコンジットが地理的な位置に基づいて人々を分けている。プー研究所の世論調査によると地方部のアメリカ人は他のアメリカ人よりもブロードバンド環境を持つ可能性が12%低く、そのためデバイスを所有している可能性も低い。さらに低所得者層が ICT にアクセスするにはこれらのコストが法外に高すぎる可能性がある。これらの困難はモバイル技術の転換につながった。すなわち、ブロードバンド接続を購入する人が減り、代わりに図書館などの公共施設で無料で利用できるインターネットアクセスを使ってスマートフォンを使う人が増えた。実際問題スマートフォンは増加しており、アメリカ人の37%は、 スマートフォンをインターネットにアクセスする主要な手段として使っており、アメリカ人の96%がスマートフォンを所有している。ICT スキルを持つ人の割合1981年、シルビア・スクリブナーとマイケル・コールは独自の言語を持つリベリアの倍族を研究した。倍族の識字者のおよそ半数は正式な学校教育を受けたことがなかったため、 スクリブナートコールは1000人以上の被験者を対象に、非識字者と識字者の精神的能力を測定、比較することができた。この研究は彼女らの著書、The Psychology of Literacy の中でまとめられ、リテラシーの格差が個人レベルで存在しているか研究することができた。バルシャウアーは ICT アクセスモデルの一部として、この研究を ICT リテラシーに応用した。 スクリブナートコールは倍族のリテラシーから一般化可能な認知的利点を乱すことはできなかった。代わりに認知課題における個人差は学校教育や生活環境などの他の要因によるものであるということを発見した。その結果、人間を認知的に二分するようなリテラシーの単一の構成要素は存在しない。むしろリテラシーには程度や種類があり、 リテラシーを実践する特定の機能と密接に関連した様々な利点があるということが示唆された。さらに、リテラシーと社交性の発達は密接に関わっており、個人レベルでのリテラシーの格差は存在しない。バルシャウアーは、スクリブナートコールの研究を引き合いに出し、ICT リテラシーとリテラシーの獲得はどちらも狭い、認知能力ではなくリソースを必要とするため、 同じように機能すると主張する。以下に衝述するリテラシーに関する結論は、情報格差と ICT アクセスに関する理論の基礎となっている。ICT アクセスは一種類ではなく、多くの種類がある。アクセスの意味や価値は、社会的文脈によって変化する。アクセスは二項対立ではなく、段階的に存在する。コンピュータやインターネットの利用は、 その特定の機能以外には自動的に利益をもたらすものではない。ICT の利用は物理的な人工物やコンテンツ、能力、社会的なサポートを含む社会的実践である。そして ICT アクセスの習得は教育だけの問題ではなく力の問題でもある。したがってバルシャワーは ICT へのアクセスはデバイスやコンジットのみでは成り立たず物理的、 デジタル的、人的、社会的資源も活用しなければならないと結論付けた。これらのカテゴリーの資源は、それぞれ ICT の利用と反復的な関係がある。もし ICT がうまく活用されれば、これらの資源も促進されるが、うまく活用されなければ、開発不足と排除のサイクルに寄与することになる。ありがとうございます。